せかモーリスニューモントによるプロパガンダポスター奴らを通すなとは自分の立場を敵対するものから守る決意を示すために使用されるスローガンであるフランスのロベールにベル中将が第一次世界大戦のベルダンの戦いで使用したのが最も有名である第二次マルヌ海戦後にモーリスニューモントが描いたものといったプロパガンダポスターで使用されるようになり マジの戦に配属された兵士の制服バッジにも使用された。戦後、マラシェシティの戦いに従軍したルーマニア人兵士も使用した。スペイン内戦でも使用されており、1936年7月18日に、スペイン共産党員のドロレスイバルリがマドリード包囲戦で行った、奴らを通すな、という演説が有名である。これに対しナショナリスト派のリーダーである。 フランシスコ・フランコがマドリード陥落の時にエモス・ペサードと発言している。ノー・パソロンは1936年10月にイギリスファシスト連合の反ユダヤ行進に抵抗して起きたケーブル・ストリートの戦いでイギリスの反ファシストも使用していて現在も一部の政治集団が執筆した文章の中で使用しているがパスリモスという言葉と併用することで ファシストではなく、共産主義者が国家権力を掌握できることを指し示すことが多い。このフレーズは1943年12月に第22王立連隊所属で、フランス系カナダ人のポール・トリケが連隊を再び奮起させ、作戦につなげるために使用した。トリケ少佐はカーサ・ビラルディでの作戦を成功させ、ビクトリア十字賞を授与された。 この作戦に関する公開報告書には、ベルダンで部下を集め式を高めるためにこのフレーズを使用したことが明記されている。ありがとうございます。